今年度のアウローラアワード受賞者、それぞれの推薦者の皆様、そして本日のアワードセレモニー、華麗な彩りを添える豪華なゲストの皆様の登場です。それではお迎えしましょう。最初に登場するのはブルガリグループ CEO ジャン・クリストフ・ババン、ブルガリアンバサダー、モデル、女優、コウキさん。今年度アワーディー、俳優杉咲花さん、レコメンダー、キャスティングディレクター、演出家奈良橋陽子さん。今年度アワーディー、経済キャスター、国際連合世界食糧計画 WFP 協会理事、小谷真央子さん。今年度レコメンダー、写真家栗上和美さん、エレグループ編集局長酒井加奈子さん。今年度アワーディー、美術家宮永愛子さん。今年度レコメンダー、現代美術家宮島達夫さん。今年度アワーディー、アーティスト、ガラス作家、三島律恵さん。今年度レコメンダー、建築家、瀬島和代さん。今年度アワーディー、染色家、随筆家、志村陽子さん。今年度レコメンダー、友小泉、デザイナー、小泉友孝さん。
本年度アワーディー M パワーパートナーズ共同創業者キャシー松井さん、今年度レコメンダージャーナリスト伊藤しおりさん、ブルガリジャパン CEO ヴィンセント・ライネス、創作アーティストノンさん、モデル俳優堀田茜さん、モデルアーティスト女優藤井可憐さん、モデルアーティスト楓さん、俳優飯豊まりえさん、俳優塩野明久さん、モデルタレントアンミカさん、女優すみれさん、モデルエレナ・アレジ後藤さん、アーティスト俳優スウェイさん、過去のアウローラアワードアワーディー、そしてレコメンダーの方々も駆けつけてくださいました。2020年2021年アワーディー漫才師ハイヒールリンゴさん、2017年アワーディーファッションデザイナー芦田妙さん、2019年アワーディーウーマンズスタートアップラボ創業者 CEO 堀江有さん、
2020年2021年アワーディー、 e ウーマン代表取締役社長佐々木香織さん。2016年レコメンダー工業デザイナー奥山清幸さん。2016年レコメンダーパナソニックホールディングス参与ジャズピアニスト小川美智子さん。2018年レコメンダー弁護士林陽子さん。2017年アワーディー、2019年レコメンダーオリトラスト代表取締役伊達美和子さん。2019年アワーディーバイオリニスト服部萌音さん。2017年アワーディー現代美術家三宅舞さん。2018年レコメンダーアーティスト俳優みやび、アーティストメロディー。今年度のアワーディー、そしてレコメンダーが続きます。今年度アワーディースケートボーダー平木ココナさん。今年度レコメンダーラッパー歌手エイウィッチさん。今年度アワーディー脚本家演出家大森美香さん。今年度レコメンダー女優広末涼子さん。今年度アワーディーモデルテフテフインククリエイティブディレクター森光さん。今年度レコメンダー森美術館館長片岡真美さん。ブルガリアンバサダー俳優アーティスト山下智久さん。以上で本日のゲストすべての皆様がこの会場にご到着されました。いよいよジュエリーのように光り輝く受賞者アワーディーと、そしてその方を推薦されたレコメンダーをステージにお迎えします。ブルガリアウローラアワード、今ここに開幕します。